こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は少し前に発売された Z51 プレデター 660mm ウィングスパン 2.4GB 2チャンネル EPP でグライダー RC エアプレーン RTF のレビューをお送りします。本機は米軍の無人 UAV を原型としたスケールモデルの2チャンネルとイラジで、箱にはプレデターと記載されています。これプレデター RQM91 プレデターは尾翼が下方 V テールだし、機首部分の顎が分厚い V テール。この Y 型尾翼はどう見ても MQ9B ターですよ。まあトイラジらしいアバウトさと笑って許しますが、この適当さこそ中国なんだなぁと思います。というわけで、改めて MQ9 としてモデリングを見ていきましょう。随所に見られるデフォルメはフォルムを崩さず上手に行われ、結構いい感じ。前輪は構造が違うものの、しっかりとした主脚は滑走にも十分耐えそうですし、主翼左右に搭載される 8mm 径のモーターは2チャンネルトイラジ機では最大サイズ。カラーリングはジップと同じく全身ライトグレーのカラーですが、機首には黒い鳥のマークが描かれ、単色のボディにメリハリを持たせています。そうそう、機体構造で優秀だなと思ったのは、組み立てに接着剤を使わないところ。主翼や尾翼、受信機など全て上下プラパーツで挟んでビス止めするだけ。とても簡単に組み立て作業が完了します。重量は実測で 79.6g、 スペック通りですが、ちょっと重めの機体ですね。モーターテスト。本機は左右モーターのパワーコントロールで上昇下降左右旋回を行う2チャンネル機で、スロットルオンで上昇、オフで下降し、スティックを左に倒すと右モーターのパワーが上がって機体は左に向き、右に倒せば左モーターのパワーが上がって右に向くという仕組み。10メートルほどの滑走で軽く離陸。この日は画面右から左に3メートルほどの風が吹いている状態でしたが、機首が風上に向くとものすごくヘッドアップしてしまいます。スロットルで上昇するセッティングなので仕方ないことですが、少し重量バランスが後ろ寄りすぎに思います。風でも頭打っちゃうんだ。向かい風でパワーを入れると上昇しちゃうし、入れなければ風に流されるしということで、風があるとかなり操縦しづらいです。なるべく無風備の飛行をおすすめします。旋回性能もいまいちですね。防振機右ショルダーのデュアルレートスイッチ桜花で小旋回ができるはずですが、大して効果ありません。
茶色が効きすぎてる感じがします。直径120メートルのこの広場でもかなり狭く感じるなぁ。スロットルはいい意味でだるいので高度維持は容易ですが、一度クボイド運動を起こすと抑え込むのに少し苦労します。さて、そろそろ着陸します。アプローチラインに乗せていきます。ああ、流され。テントの支柱に着陸してしまいました。もう少し旋回性能が高いと楽なんだけどな。というわけで GD006 でとても効果があったプロペラ反吐力を利用する改造を本機にも行います。とはいえビルトインされているモーターそのものを交換するのは面倒なので、コネクタ線の入れ替えで対応したいと思います。モーター逆回転はちょっと寿命が心配だけどね。作業は簡単。コネクタのプラグ部分の爪を少し持ち上げて抜いてプラマイを入れ替えるだけ。出来上がり。あとはプロペラを左右交換すれば完了です。飛行テスト2回目。相変わらず向かい風では上昇してしまう特性ですが、プロペラの回る加減のスロットルでも旋回が効くようになったので、風に向かって下降しながらでも旋回することが可能になりました。この改造は必須ですね。これなら横風を受けてもアプローチラインから外れずに着陸できそうです。ちょっとハードランディングでしたが成功。